おはようございます。本日は2022年5月17日、場所は福岡県柳川市に来ております。特にこの周辺はですね、柳川市の中でも沖の畑と呼ばれる地域で、柳川観光の中心ともいえる地域です。さて、そんな柳川市ですが、柳川市はですね、福岡県の南西部に位置する筑後平野、この辺りが筑後平野なんですが、筑後平野の南西部に位置しております。この柳川市ですが、こちら、南西の方を見ますと有明海が広がっている様子が確認できるかと思います。この柳川市、土地の大部分がですね、干拓によって作られた土地としても有名です。今ですね、何気なく干拓というお話をしましたけれども、干拓ってご存知でしょうか。ちょっとお話をしておこうと思います。九州農政局のホームページがあるんですが、下の方を見てみますと、干拓って何だろうというページがありまして、このようにイメージ図があります。埋め立てっていうのが似たような言葉なんですが、埋め立てというのはですね、陸地の近くに、堤防を作り、そこの堤防と陸地の間にあった海をですね、土を入れて埋めていくと。そうするとですね、海より高い位置に、陸地が出来上がるんです。じゃあ反対にというか対照的に、干拓というのはこちらですね。干拓というのは、堤防を作った後に中の水を抜いていくといったものが干拓です。なので、こちら、このように海底がそのまま陸地となりますので、水面よりも低い位置に陸地が出来上がるといった違いがあります。なので、こちら地理院地図なんですが、地理院地図で確認してみるとですね、こちら、場所によっては見えますかね、ここ標高-0.4メートルというふうに書いてあるんですが、水面よりも低い位置に土地があるということがわかるかと思います。もちろん地図記号を見ればわかるように、この周辺は田んぼとして使われており、人が住んでいるということはありません。そんな全国的にも珍しい地理をしたことで有名な柳川ですが、その柳川で有名なのがこちら、川下りです。この柳川市にはですね、市全体にこのような水路が作られておりまして、掘割というふうに呼ばれているんですが、その水路をですね、向こうにありますあのような船に乗って、観光をするというのが定番になっています。そのルートの多くはですね、柳川城の水堀ということで、防御施設を見て回れるという点でも面白いです。今回の動画では、まず最初に古地図を使って柳川を陸上で楽しみ、後からですね、川下りをして水上から柳川を楽しむ予定です。そもそもなぜこんなに水路が多いのかという話をするとですね、時代は戦国時代まで遡ります。この周辺には昔、柳川城といったお城がありました。柳川城主として有名なのは、あちらの人物、橘宗茂です。橘宗茂という人物は、まさに波乱万丈の人生を歩んだ人物で、大河ドラマに取り上げてほしい歴史上の人物ランキングではいつも上位に食い込んでくるような人物です。そのような理由もあり、柳川市は橘宗茂の大河ドラマ招致実現に向けてさまざまな活動をしており、街を歩けばですね、このように橘宗茂のイラストやその妻である銀千代のイラストが目に入ってきます。それではですね、古地図に沿って歩きながら、その移動時間を利用しまして、先ほどお話しした橘宗茂についてお話をしていこうと思います。橘宗茂について話すためにはですね、そのお父さんの代から話をしないといけません。まず最初にですね、九州のお話だということを頭の中に置いておいてください。九州、現在でいうところの大分県ですね、大分県の辺りに、大友氏といった人物、大友宗麟ですね、大友氏がいました。そこに仕えていたのがですね、高橋常雲といった人物と、別城秋貫、通称橘同節といった人物です。で、この2人のですね、活躍によって大友氏はどんどん勢力を広げていきまして、九州北部の覇権を握るといった事態になります。そしてですね、そんな2人の活躍なんですけれども、橘同節にはですね、一つちょっと悩みがあったんですね。で、どんな悩みかというとですね、その悩みというのは、自分の娘しかいないんです。だから嫡男がいないわけですよね。で、対して高橋の方には、息子がいまして、その息子がとても優秀だということを耳にします。じじゃあ橘道節はどうしたかというとですね、高橋常雲のその息子をですね、ぜひ僕にくれないかというような話をするわけですよ。ということでですね、高橋常雲としてもそんな優秀な息子を手放すわけにはいきませんので、最初の方はですね結構嫌がっていたらしいんですけれども、何度もそういった話をしてくるんで、最終的には根負けをしまして、高橋常雲は息子を橘道節に渡したというふうになっています。で、橘道節の娘がですね、銀千代といった娘だったので、その娘に娘婿として出すといった形で、高橋常雲の息子は橘氏に入っていくんです。そして、先ほどお話ししていた橘宗茂という人物はそのように婿養子に出された方の、男の子だったわけですね。だからもともと橘宗茂のお父さんというのは実の父が、高橋常雲で、養ってくれた父というのが、橘道節といったようになっております。ちょっと複雑なんでね、そこら辺の関係を覚えておくと話が分かりやすくなるのではないでしょうか。さて、この古着屋さんがある橋ですが、地図を確認してみますと、ここに昔は橋がなかったことがわかるかと思います。実際に橋に書いてある日付を確認してみますと、平成10年の11月に完成したというふうに書かれております。もしかしたらもともとあった橋を平成10年に建て替えたのかもしれませんが、何にせよこの橋が比較的新しい橋だということがわかるかと思います。そして、向こうがですね、先ほど来た方向なんですけれど、昔はこちらの道しかなかったんですね。ということで、ぐるっと、遠回りになるんですけれど、そっちの方向へと向かっていこうと思います。先ほど橋に気を取られてしまいましたが、続きをお話ししていこうと思います。先ほどお話しした通りですね、九州北部は大友氏が覇権を握っているといった状態でした。じゃあ南部の方はどうなっていたかというとですね、皆さんご存知だとは思いますが、島津氏といった人たちが力をつけていたんです。で、その島津氏がですね、どんどん北の方へと向かっていくというふうになりますと、絶対にその大友氏とぶつかるということは、避けられないことではありました。なので大友氏としてはですね、ちょっと遠くにですね、豊臣秀吉といった人物が当時力を持っていましたので、豊臣秀吉に対して、ちょっと秀吉さんと南の方からなんか島津が上がってくるんで助けてくださいよといった、救援をお願いしたんですね。それがですね、豊臣秀吉の九州征伐につながってきます。そういって、救援を要請された秀吉は、九州の方へと向かっていきまして、で、島津氏を成敗していくといったことになるんですね。で、その際の話は、僕動画出しているんで、そっちの動画を見てもらったら分かりやすいかなというふうに思いますけれども、その九州征伐で橘宗茂がすごく活躍をしたんです。で、その九州征伐で活躍した、功績をたたえて、豊臣秀吉は、よしお前にこの柳川城をやろうと言って、橘宗茂が柳川城に入ったといったことが、この柳川の歴史として語られております。さて、地図を見つけましたので、今までのルートを少し確認しておこうと思います。一番最初はですね、ここからスタートをしました。ここからスタートをして、どんどん川の方を登っていきまして、この橋を渡ればですね、すぐに柳川城に着くんですが、ここにはですね、昔橋がなかったんで、僕にはこの橋は見えませんでした。なのでここからずっと、川の方を登っていきまして、昔からあるこの橋へと向かっていきます。なのでですね、ちょっとぐるーっと回って、またこっちに下っていき、そして柳川城に行くといった、ちょっと不便なルートにはなっているんですが、それがですね、昔のルートというふうに考えると、いいのではないかなというふうに思います。秀吉の九州征伐までお話を進めたと思います。その後ですね、九州征伐を終えた秀吉というのは、小田原攻めというものを行いまして、日本の全国統一を成し遂げたというふうに知られております。そういってですね、全国統一を成し遂げた後にですね、豊臣家というのは結構早めに滅亡してしまうんですね。1600年に関ヶ原の戦いといったものが起こります。ちょっとですね、誰対誰の戦いっていうのは、いろいろと異論があるんですけれども、そこはちょっと分かりやすく、豊臣対徳川の戦いというふうにしておきましょう。豊臣対徳川の戦いというふうにしますとですね、橘宗茂はどちらについたかと言いますと、豊臣の方についたんですね。もちろんそうですよ、柳川城をもらったのは豊臣のおかげなんでね。なので、豊臣の方についたんですが、皆さんご存知の通り、勝利したのは徳川家康率いる軍隊です。なのでですね、東軍が勝利というふうになりまして、西軍、つまり橘宗茂がついていた方は負けました。で、橘宗茂はですね、関ヶ原の方に向かっていたんですけれども、ちょっと時間が間に合わずに、結局戦いには入りませんでした。なので、九州の方へと逃げてくるんですけれども、そのまあ、最終的にはですね、西軍の方で、まあ、ついていましたので、東軍の方から「よしお前は柳川城から出ていけ」というふうに言われます。そこからですね、ちょっと橘宗茂というのは浪人生活をするようになるんですね。受験に失敗したわけじゃなくてですね、浪人といいまして主君を失うといいますか、お城がなくなるといいますか、そういった生活を強いられるようになります。随分歩いてきましたが、この橋がですね昔からある橋です。なので、古地図に載っている橋はこの橋ということになります。で、どうもですね、これ見たらわかるかと思いますが、どっちが昔からあるんだ？こっちの車が通る方にもここに区切りがあるんですけど、向こうは多分新しい方でしょうね。ちなみに古地図を見ましたら、この周辺にはですね土塁と門があったことがわかるかと思います。なのでですね、今見えておりますあそこにまあ川というか堀がありますので、その堀のこっち側ですね、この辺りに土塁があったのかなというふうに考えられます。そして門があったのはおそらくこの周辺でしょう。この周辺に門があったのではないでしょうか。たびたびですね話がコロコロ変わってしまいますので、ちょっとどこまで話したかが分かんなくなってしまいますが、橘宗茂がですね浪人として、生活をするようになったところまで話をしたと思います。でですね、その浪人生活をしていた後にですね、誰が救ってくれたかと言いますとですね、まあいろいろと救ってくれた人はいるんですけれども、徳川秀忠といった人物が助けてくれました。秀忠は、家康の息子ですね。なのでですね、まあ秀吉についていた宗茂は最終的にですね徳川につくようになるんですね。というふうになりますとですね、まあ、徳川が、浪人生活を助けてくれたというふうになりますので、次はですね徳川に恩義を感じるようになります。なので、大阪夏の陣とかそういった戦いでですね豊臣は滅亡してしまいますが、豊臣滅亡の際にはですね、徳川の方へとつきまして、徳川家として徳川家の武将として橘宗茂は戦いを行っています。で、そういったですね、橘宗茂の活躍によって、徳川は、繁栄していきましたので、最終的にはその橘宗茂が、柳川城によしじゃあ君は帰っていいよというふうに言われまして、柳川城へと帰ってくるといった流れになっております。そういったふうにですね、関ヶ原で西軍についたのに、自分の領地を回復したというのはですね、たった一人です。そのたった一人が橘宗茂なんですね。そういうふうに聞きますと、あ、橘宗茂ってすごい武将なんだなというふうに感じる方も多いのではないでしょうか。先ほどですね、橘宗茂は浪人生活を強いられたというふうに言いましたけれども、その浪人生活をしている間ですね、その柳川城には誰が入っていたのかというふうに空白期間があると思います。その空白期間にですね入っていましたのが、この僕の後ろに見えます田中義政といった人物です。田中義政はこの柳川の基礎を作った人物として知られており、城下町を整備したのもこの方、そして堀割を整備したのもこの方といったことが知られております。なので現在の柳川の風景はこの田中義政が作ったというふうに言っても過言ではありません。そんな田中義政の像のすぐ近くにありますあちらの橋のですね、左側には古地図を見たらわかるんですけれども、昔門があったことが知られております。なのでこの橋のすぐそばには三の丸乾門、弥平門って読むんですかね、弥平門跡といった石碑があります。さて、先ほどの乾門をまっすぐ進んでいきますと、このように正面はですね少し行き止まりみたいになっていて、ちょっと右に曲がって向こうの方、南の方へと向かっていけるような道があります。この道ですね、実は、先ほどの古地図にも載っておりまして、少しカクッと曲がっている様子がわかるのかなというふうに思います。こちらの学校ですけれど、こちらの学校があった辺りが昔柳川城があった辺りなので、周辺にはこのように堀が巡らされているのがわかるかと思います。現在も城があった名残の残っている風景です。今ではですねこんなにお堀が、まあ頑張ったら飛び越えれそうな感じのお堀になってしまっているんですけれども、昔はもっと、広い堀でしてですね、このずっと奥の方へと、堀が広がっていたことが分かります。で、堀の角っこの方へと到着したんですけれども、向こうの方を見ますとですね、僕が見えないと言っていた橋があっちにあります。ちょっと見えますね、あの橋が、なかった橋です。結構ぐるーっと回ってきたんですけれども、到着しております。この学校がある方向がですね、柳川城があった場所です。なんかお魚もいましたよ今びっくりした。結構鯉とかもいるんですね。さてこの、学校なんですけれども、学校の中に入るわけにはいきませんので、このように、入っていいような道がありますので、こちらの方向へと向かっていこうと思います。近くにはこのように観光用の看板もありまして、今はないんですが、天守があった頃の柳川城の姿やその姿を写した写真などがここに掲載されております。そして向かっていくのはあちらの方角ですね。少し丘のようになっているんですが、ここが柳川城の天守閣があった位置です。ここには先ほど歩きながら話したことが大体同じような感じで書いてあります。もっと詳しく書いてあるんでね、もし読みたい方はここで一時停止をして読んでいただければいいなというふうに思うんですが、こちらの方に向かっていきますと柳川城の天守台です。こちらの方にもですね、橘宗茂が入城というふうに書いてありまして、その後関ヶ原の合戦があった後に、橘宗茂が改撃というふうに書いてあります。そしてその代わりに田中義政が入りまして、柳川城を城下町を大規模に改修した、先ほど話したことですね。そして、橘宗茂が最終的に、柳川に帰ってきましたというふうに書いてあります。で、その下にはですね、このように地図があるんですが、ルートを確認しておきましょうか。一番最初、ここからスタートしてずっと移動していきまして、こちら、ここは田中義政構造というふうに書いてあります。で、移動してきまして、現在はここ柳川城市にいます。では今からどこに向かっていくのかと言いますとですね、ここから少しずつ東の方に向かっていきまして、で、北の方、そして東の方、どんどん、北東の方向へと向かっていきます。そして最終的に、向かう先はこちら、三柱神社へと向かっていこうと考えております。昔はここに天守があったんでしょうけれど、もう現在は蝶々の遊び場となっております。それでは柳川城を後にしましてですね、三柱神社の方へと向かっていこうと思います。さて地図を見ながらですね、東の方向へと歩いていきますと、明らかになんか防御施設だよなというような設備が見えると思います。現在ですね、こちらに、学校がありますので、向こうの方がですね、お城があった方向なんですけれども、お城の隅というふうに書いてありました今で、僕が今見えている方向、こちらの方向なんですが、この交差点の周辺にですね、枡形があったというふうに分かります。現在では枡形の遺構はどこにも見当たりませんが、車の通りが多い交通の要所だということはわかるかと思います。それではですね、枡形があった交差点からどんどん東の方向へと向かっていきまして、さらに奥の方にですね、古地図を見ますと堀の跡があるんですよね。しかし、堀の跡があるにしては、現在の地図を見てみますと堀の跡がないんですね。なのでおそらくこの周辺の堀は埋め立てられたというふうに考えられます。ここに通っております道ですね。この道は、古地図にも載っていますので、おそらく、向こう側が東になりますので、こっち側が、西ですね。この道の西側に、堀があったというふうになりますので、大体この辺りなんじゃないかなというふうに考えられます。さて先ほどの場所からですね、どんどん北の方へ行きますとですね、このようなお堀があります。これがですね、柳川城のお堀となっています。この向こう側にも広がっているのが見えると思いますが、今からですね、向こうの方向へと向かっていきましょう。さて僕がですね、今歩いている道ですけれども、この道ちょっと古地図で見ますと行き止まりになってるんですよね。しかしですね、ちょっとここから東の方向にですね、少しお見せしたいものがありますので、ちょっと古地図の道から外れまして、そっちの方向へと向かっていこうと思います。到着しました。瀬高御門です。瀬高御門というのは今車が止まっているあたりですね。あの辺りにですね門があったんですけれども、その門のことを呼んでいます。そしてですね、左と右を見てみますと、左の方にはこのように長く堀が続いておりまして、反対の方を見ますと、こちらの方にも長く堀が続いております。このお堀のですね、今画面でいうと左側、こっちの方にお城がありますので、こっちの方が城内で、こっちの方が城外ですね。ということで、このお堀がお城の内と外を大きく分けていったというような役割をしていることが分かるかと思います。そのすぐ近くにありますこちらの水門が柳川城堀かな、柳川城堀かな、柳川城堀水門です。この水門をですね、ちょっと今は来ていないんですけども、向こうの方から船がやってきまして、ぐーっと入っていくといった、そういった見どころでもあります。おそらくずっと昔の話になるんでしょうけれど、柳川の人々はですね、ここにある水をですね、飲み水であったり、食べ物を洗う時に使ったりといったですね、そういった生活用水に使っていました。そのくらい水がきれいだったんですよ。しかしですね、高度経済成長期になりますと、もう蛇口をひねったら水が出てくるというふうな、そういった事態になるんですね。ってなりますとですね、この、お堀の水というのはですね、もう下水道のような扱いをされるようになりまして、蛇口をひねった水を捨てる場所というふうになっていきます。となるとですね、どんどんあそこのお堀の水が汚くなっていってしまうんですよ。ってなったらですね、ちょっと匂いもダメだし、これはちょっと皆さん埋め立てませんかみたいな、そういった話があったそうなんですけれど、まあ地域の人々の活躍というか、お話し合いの結果、いや、これは柳川にとってはなくてはならないものだというふうなお話になりまして、そしてですね、ここの堀割りが汚いなら掃除をすればいいじゃないかというふうに、そういった結論に至ります。ということでですね、1年間に1回はお城の堀の水を全部抜きまして、そしてですね、市民の皆さんでここを掃除していくといった、そういった行事が行われるようになりました。そのお堀の水を抜いて堀の底の方を殺菌するといった行事のことを水落ちというふうに言います。そしてですね、その際にこの、先ほど見せた水門、向こうの方からさっきは見ていたんですけれど、近くに来ました。この水門でですね、向こうの方見えますかね、ちょっとへこんでいるんですよ、ここで。手前の方見ますと、こちらもへこんでいるんですね。ここにパコッとですね、板をはめ込みまして、こっちの水はこう流れていっていますので、右から左に水が入らないようにするといった、こういった仕掛けがあります。なのでですね、ここをパコッと閉めてしまえば、あちらの方のお堀の水はカラカラになってしまい、そこの方が、日光が当たりまして、その日光の作用で殺菌が行えるといったことです。そのような柳川市民の方々の努力によって、この柳川の美しい景色というのは、持続されているんです。あ、ちょっと向こうの方にですね、船がやってきたの見えますかね。ちょっと船があの水門を通るのを撮影しようかなと思います。ちょっと走ったんでね、息が上がっておりますけれども、間に合いました。ここが船頭さんのドライビングテクニックと言っていいのでしょうか。そのテクニックの見どころであります。柳川城後に水門をくぐります。ほら、幅が狭か。お客をお客さんが行かれませんよう、裏取り握りませんようにしてくださいね。今までが川です。川の役割は、お堀に水を流すために。すごいですね。横にうまいことドリフトのような形で平行に動かしていき、うまいことあの水門へと入っていくようです。おお、うまい。良かったですね。さっき撮りたいなと思いながら、なかなか船が来なかったんで諦めたんですけれど、まさか見ることができるとは思っておりませんでした。満足いたしました。それではですね、先ほどの道へと戻っていきまして、続きのお話を進めていこうと思います。周辺もですね少しずつ賑やかになってきたんですけれども、こちらに見えますのがですね三柱神社です。向こうの方に行ったらですね神社があるんですけれども、この周辺はこちら川下りの乗船場としても知られている地域なので、観光客がいっぱいいる場所となっています。さて、この三柱神社ですね、三柱というからにはですね3人の神様がいらっしゃいます。3人っていうのもちょっとおかしいな話なんですけれども、三柱というのはですね、神様はですね柱という風な数詞を使って数えていくことになっております。なので、3人という言い方は本来であればおかしいんですね。ちょっとまあ分かりにくいんで3人というふうに言わせてもらいますけれども、ここの三柱神社には3人の神様がいらっしゃいます。じゃあ誰なのかというふうにお話をしますとですね、先ほどというか一番最初の方にお話をしましたが、橘宗茂と橘上節、別家明面のことですね。そして、橘宗茂の、妻にあたります銀千代、その3名がここに、祀られております。後ろの看板にですね、ここから先は撮影禁止というふうに書いてありましたので、この先には、見せることはできませんけれども、ちょっとですねこの辺りでお話しするのは別に問題ないと思いますので、それではここでお話をさせてもらおうと思います。このですね三柱神社というものは先ほどお話ししました橘上節、橘宗茂、そして銀千代ですね、この3名がいたというか今いらっしゃるんですけども、その3名の祀られた神社なんですが、もともとですね最初から3名が祀られていたというわけではありません。一番最初はですね橘宗茂と銀千代、この2人がですね祀られている神社が別にありまして、で橘上節が祀られている1人だけの神社がありましてと、そういうふうにですね2つの神社があったんですよ。でその神社が合体しまして合祀というふうに言いますが、その合祀された後の神社がこちらの三柱神社というふうになっております。で、平成だったかな、何年かは忘れましたけれども、ちょっとここにですね心のない人がやってきまして、ちょっと火をつけてしまいましてですね、社殿が燃えてしまうといったそういった事件があったことを、記憶に残っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのですね事件がありましたので、先ほどお見せしたと思いますけれども、現在この神社は復興のためにですね寄付を募っております。だから今言ったってですね、まあここに社殿がありましたよみたいなそういったことはわかるんですけれども、実際に行ったらここにあったのかみたいな、まあ実際あるのもあるんですよ、残ってるのはあるんですけれども、まあ全盛期といいますか前のような状態で見れるわけではありません。なのでですね、まあそういった変なことをする人もいるんだなぁと、悲しいなと思いながら、この三柱神社を後にしようと思います。一つですね、お伝えするのを忘れていたことがありますので、ここで皆さんに豆知識をもう一つお伝えしようと思います。この三柱神社ですけれども、柳川城から見るとですね北東の方角にあります。北東かというふうに、北東と言われますとですね、ある程度わかる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、この、三柱神社というのは、柳川城の鬼門封じとしても使われていたんですね。そういったことも、地図を見たらすぐに一目瞭然としてわかることだと思います。それでは陸上の旅を終えて、今からは川下りへと向かっていきましょう。おみのご説明からよろしいでしょうか。はい。ゆっくりお願いいたします。足元気をつけられてください。だいたい4キロぐらいの道のりですね。1時間ちょっとぐらいかけてゆっくり前を進んでいです。道中の景色。それから雰囲気を楽しむ旅となっております。こちらが柳川の情景ですよね。柳と言ったら柳川となっております。11万区の古き良き町の佇まいと日本が生んだ偉大なる詩人、石田夏樹先生のふるさとでございます。スピードは歩くような感じ、もう散歩するようなねスピードとなっております。柳川の民家に伝わります古い古文字や古地図、立花結晶なんか取り扱っております。入館料無料ですね。関心のある方、ぜひとも行かれてみてください。柳川の歴史に触れられる場所、右手に見えてまいりました柳の横にあります赤い御影石の柿は北楽中先生の柿でございます。こう書かれています。色にしてお行きの柳打ちである、我が柳川の水の豊かさ、そう書かれています。皆様はよろしかったら真後ろ見てくださいね。私の後ろ、いかがでしょうか。美しい柳川の情景が広がっております。白秋先生のね、こちらの歌もこちらの情景を生まれております。川下りにはいくつか白秋先生の歌がございます。またねご紹介させてください。ね、やがて奥に見えてまいります関山川上行きのこの水門橋くぐりますとね、川下りは起り巡礼となります。1600年代ですね、江戸時代初期に建てられた古い水門橋です。うわ、ここですね。幅がね 2.6、高さが 3.5、奥行きの長さが 15m、非常に狭いですね。船ぶり気をつけられる。でこんな感じで狭いとこ多いです。あとですね、頭上が低くなってるとかも結構あります。船べりとかね、頭の上気をつけられてください。必ずね、ちょっと低いところとかね、狭いところはね、お声がけいたしますんでね、お願いいたします。あと自然物かな、葉っぱがね、目の前にあるでしょ。もっとね、あるところありますからね、ちょっと気をつけられてください。かつてありまして柳川城を中心といたしまして、こちらの堀割がね、縦横無尽に張り巡らされています。もう大中小様々ね。椛島消防車の食がね、だいぶ咲き始めております。見頃は今からね、6月中旬にかけまして30種3万株の花が咲いております。これ目当てにね、来られるお客様もいらっしゃるわけですよ。バニラに抹茶、いちごの甘おがあります。いかがでしょうか。柳川城が5階建ての天守閣を持つ立派なお城なんですよ。難攻不落のお城とも呼ばれています。要はですね、お堀割り、水路に囲まれてね、非常に攻めづらいお城だったそうです。明治5年です。火事で燃えております。美しいだったそうですね。今もあったらね、かなりの観光地になってると思いますけどね、ちょっともったいない話でございます。正面に石像が見えてきます。こちらは戦国大名ですね、田中義政と同じです。1600年の関ヶ原の戦い、この方は東軍ですね。徳川家康公側に使われまして、西軍の有名な武将、石田三成を捕らえた宝儀といたしまして、この築城国を去っていきました。この方は城造りや町づくり有名な方ですね。柳川城、それからね、柳川の町を整備したり、それから堀割を整備した方だと知られております。2代目の方、跡取りが生まれなくてですね、領地が没収されます。いろんな事情があったんですよね。その前の代名でした橘宗茂公がこの地に帰られております。以上ね、柳川藩の橘公がね、見えております。柳川川下りで一番狭い、そして古い八重門町、石垣は当時のままだった。ここに人民がね、やっと通ることになります。右も軽く当てます。こちらの石像は町奉家の石像です。木の切り株で獲物が語るのを待つ農夫の姿が描かれております。北荒木修先生作詞、山田耕作先生作曲の名曲ですよね。町ぼうけ、町ぼうけ、ある日せっせと野良稼ぎ、そこへうさぎが飛んで出て、ころり転げた木の根っこ、うさぎ転がれ木の根っこ。さあ正面10番目です。龍城1号橋、じゃあくぐります。この橋は新しい橋、漢字でお花って書かれてるので分かりやすいですね。あそこが観光の中心地、お花です。古代に反し、橘佐渡志向が建てられたお庭が有名ですね。これが正倉院に置かれております。で、右上空に白亜の豪邸が建ってると思います。あれ明治時代に建てられた洋館です。西洋館大きいでしょ、大花ね。橘家はお殿様から伯爵家と続かれます。伯爵家の姉妹、それから今は18代目の方なんですかね、18代目の方、社長さんです。今なおね、受け継がれております柳川の歴史、それから橘家の歴史でございます。またぜひ来てください。いろんな季節とかね、あとまた線路が違ってもね、船旅がまた変わってまいりますんでね、お待ちいたしております。船頭さんがうなぎを食べろ、うなぎを食べろというふうにですね、煽ってきましたので、よし、うなぎ食べようかなというふうに思ったんですが、すごい値段だったんで、ちょっと安めのうな蒸しというものを食べようと思います。さて、池の端まで帰ってきました。船頭さんのルートはですね、最終的に今回は池の端まで、戻ってきたんですけれども、まあそれは毎回、日によって違うというふうになっておりますので、それに関してはですね、その日のその時に応じてまたルートを考えていく必要があるのではないかなというふうに思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。